食べなよ。よしよし。うちの親には困ったな。いいよ、大丈夫大丈夫。どうした？リンスの容器もシャンプーの容器も柔軟剤の容器も洗剤の容器も同じもの詰め替えられないって、病気やろぞ、考えたって。お水飲むの？いつも違うものが入った。同じものが流行ってることない？おかしい。散々こっちのことおかしいおかしい言っといて、自分がおかしいやん。そもそもが分かってないやん。介護の大切さも分からない、しつけの大切さも分からない。分からないからいかんね。そもそもが分かってないやん。どう考えても精神科よ。有川さん、結構食べたね。いい子。ちょっと待ってよ。はい、歯磨きゴム。有川さん、食べる？食べしたらダメだよ。はい、座れ。待って。よし。はい、有川さん。ゆっくり食べな。かっ。自分たちのことがおかしいと思ってないからな、そもそもが分からない。すごいわ、本当どう考えてもおかしいな。おかしいと思ってないことがおかしいよ。アリコは3ショコラ。うん、いいよ、お水飲みな。よしよし、アリコはさん。